希望本岬、先は、丘、山などの陸上の先端部が平地、海、湖などへ突き出した地形を示す名称。半島や島の最先端部に多く現れる。海岸の岬は、夜間、悪天候時の船舶の航行の障害となるため、灯台が設置されることが多い。岬は、地形的に海側へ突出しており、海に挟まれた陸地を指す。 日本語で岬を表す表現には、先、先、岬、角、花がある。ただし、同じ場所でも、地図と海図で表記が異なることがある。先は、三脚が海に突出した地形という意味であり、地図では、野島先などの地名に、陸軍陸地測量部が、先を使用していた経緯から、国土地理院も引き続き使用している。一方、 山岸博によると、明治18年観光の海軍水路市において、集落と自然地形を区別するため、海図では、岬の先端は、先、集落名や、岬名は、先と区別したという。海上保安庁海洋情報部でも、先、先、岬を区別し、航海者が地形を判断できるようにするため、海図では、野島崎などに、先の表記を用いている。 三崎、三崎の原義は山に挟まれた谷の意味で、海と同義だったが、日本では明治時代に海図が制作されるようになり、海側へ突出した陸地を指すようになった。先、先の原義は極度に傾斜した山や、山道のことで、海中にいびつに突き出した陸地を意味している。先、岬三崎なきり、小生によると、先や三崎は、突端部の地質に応じて区別されたという。 ビナキリ、小生によると、花は、先や、岬と同じく、岬よりも小規模な地形につけられている。水面などに突き出た地形を指す、岬は、日本での用法であるが、中国語では、この意味は、角の字で表すことが多い。他に、祖、くちばし、花の字が当てられることもある。中国語にも、岬字やという字があるが、日本語で言う、国の場所に使われた。 現在も福建省の地名にわずかに要例がある。日本と同じ意味では、山東省の青山岬などの要例があった。また、解剖学で体の突起部分にも使うが、日本語の岬部などの言い方を取り入れた用法と考えられる。日本固有の用法である岬のことを韓国語や朝鮮語では、この意味を串の字で表す。朝鮮串、北朝鮮。 航海南道長渕軍や、長武韓国、京商北道歩行士が代表的な屈指として知られている。ABCDEFG ま村良平。海と地図のアンソロジー6。三崎への思い一水路第150号。2019年12月8日閲覧。ABC、先と先はどうなってるの海上保安庁海洋情報部。 2019年12月8日閲覧。ありがとうございます。